どんな人にも生活の中に楽しみを感じてほしい。レクリエーションを通して心と体の健康をサポートするレクリエーション介護士をご紹介します。グッドラックストーリー。一ノ関市大東の介護施設で働く菅原舞さんは奥州市出身。専門学校を卒業後、病院に勤め介護士となりました。仕事を続ける中、レクリエーションを伝えるための知識や技術の必要性を感じ、2018年県内では初となるレクリエーション介護士1級の資格を取得したのです。1級まで取られたっていうのはどんな思いからですか？例えば入浴介助とかそういうものは統一した指導があったんですけども、レクリエーションに関してだけまずやってみてって、すごくこうアバウトで、レクリエーションやりたくないから夜勤に回ったり、後輩育成っていうところを目標にしていたので1級を目指して取りました。楽しみながら継続的に体を動かしてほしいと考案した大丈夫体操は、恩恵アワード2023で優秀賞シルバーアワードを受賞。岩手県では初の受賞でした。やっているうちにどんどん自信がついてきて、パワーを感じたって言っていただきました。大丈夫体操やってみてどうですか？右半身ちょっと動かなかったんですけど、だいぶ動くようになりました。みぎまいちゃん、いつもありがとうね。まいちゃんまで長め。今後の課題は後進の育成と語る菅原さん。自らも認定講師の資格を取得し、これまでに6回ほどの講習会を個人で開催してきました。普段の生活の中でも、なんか介護のレクリエーションって成り立っているんだっていうところがすごく勉強になったところです。レクリエーションって実は生きる喜びであるって知った時に、一番大事なことだなって、利用者様の満足度と、あと働いている職員の負担が軽減できるような社会になればなと思っています。日常の中に楽しみを。レクリエーション介護士の思いは広がります。レクリエーションでみんなを笑顔に。グッラック。相手の言葉に耳を傾け、寄り添うことを心がけます。この番組は高楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。